はい、皆さんこんにちは。今日は2020年8月1日です。30度を超える気温、北海道も暑いです。今東鹿越駅に来ています。これから富良野へこのキハ40に乗って移動してみたいと思います。それではよろしくお願いします。今代行バスで新徳から東鹿越に移動してきました。東鹿越の駅舎は結構しっかりしていますね。平成28年8月31日、台風10号の被害を受けたことから、東鹿越と新徳の間が不通になって、代行バスと JR の乗り換え駅になっているというわけです。もしもこの被害がなければ、この東鹿越という駅はあまり知られることはなかったんではないかなと思います。私の大好きな車両、キハ40です。田舎やローカル線といえば、キハ40というイメージが強いです。景色に溶け込む姿もやっぱりいいですよね。でもこれデクモに置き換えが進んでまして、もしかしたら間もなく見れなくなる光景かもしれません。今のうちに乗っておきたいものです。はい、東鹿越の駅名標、ちょっと色あせてますかね。ここからこの先が新徳方面です。この落合と新徳間、この刈勝峠なんですけれども、これは日本三大車窓の一つだったんですね。なんとか JR 北海道さん直してくれないですかね。観光路線として空知と十勝をつないでいただけないでしょうかね。多分ですけど、この車両を視界よけのために高い音が出る警笛があるはずなんですよね。まもなく出発ですので、早速乗り込んでみたいと思います。
もうほぼ全部の座席がこのように窓開けっぱなしでしたので、本当綺麗な景色楽しめました。さてさて、下金山出発です。ここの駅では何かのお客さんが乗り降りしてましたよ。駅出て10秒ぐらいでこの景色、もう田舎感出てて本当好きです。私この区間夜の最終列車に乗ったことがありまして、その時に鹿と衝突してしまったんですよ。でも運転手さんの迅速な対応で乗り換えの富良野線にギリギリ間に合ったってことがありまして、本当ドキドキしたことを覚えてます。お酒も飲んで酔っ払ってたんですけども、本当走ってダッシュで富良野線に乗って飛び乗った時は酔いも覚めてました。ちなみにこの根室本線なんですけども、滝川から根室まで 443.8km の道のりがあります。1日で滝川から根室まで走破しようとするとチャンスは1日2回だけあるんですね。こういった形のスケジュールになります。どちらも1日がかりになりますが、札幌に住んでる私としてはその2が一番現実的な感じがします。はい、列車に揺られて約40分、富良野に到着しました。なんか富良野に到着するとほっとしますね。レールがたくさんあったり、ビルや家がたくさん見えるのでちょっとほっとします。ノースレインボーも止まってましたよ。キハ40はここでお別れです。この列車は滝川まで向かいます。私はこの後ノロッコ号に乗り換えてラベンダー畑駅に向かいたいと思ってます。私音鉄ではないんですけれども、キハ40のエンジン音好きです。今日はいかがでしたでしょうか。また次回この動画でお会いしましょう。今日はご視聴ありがとうございました。